はい、こんにちは。物欲な名古屋人です。仲介屋本沼へようこそ。ということで、今回はですね、引き続き KZ のイヤホンご紹介していきます。こちらね、 KZ さんからレビュー提供品で、前回の ZES とね合わせて、レビューをねさせていただいております。いやー、本当にね、この仲介イヤホンの世界って面白いもんですよね。というのも、今回ご紹介するのはね、こちらです。 KZ とHBB がコラボして開発した商品のようですね。私ね、知らなかったんですけれども、HBB というのは海外の有名なね、レビューサイトのようでして、そことのコラボということで、こんなこともやってるんですね。そしてなんとベースとなったモデルが DQ6 です。ドラクエ6、私勝手に呼んでいるね。DQ6 ということで、片側3ダイナミックドライバーを搭載したイヤホンということで、先日も紹介しましたよね。こちら DQ6 がこちらですね。はい、このシルバーの方ですけれども、こちらが DQ6 で、3つのダイナミックドライバー、丸が1、2、3とありますように搭載されております。こちらがベースとなって、このDQ6 をチューニングして DQ6S というのが今回発売されたモデルのようですね。ですので、ベースの DQ6 とどれぐらいね変わってるのかっていうのが気になるところですね。実際見ていきましょう。こちらが本体です。こんな感じ。外観はですね、 DQ6 と全く一緒ですね。ちょっとカラーが違うんですけれども、こんな感じで、このね、ピンクがかった、まあ、ピンクなのかな、色がカッパーピンクなのが、今回 DQ6S でして、こちらが DQ6 ということで、はい、見てお分かりいただけるようにですね、筐体に関しては、まあ、流用でしょうね。はい、このように流用かと思います。そして裏どうでしょうね。内側はこのようにスケルトンになっていまして、メッシュが入っています。こちらが DQ6 ですけれども、こちら DQ6S の方は、なんか同じっぽいですね。どうでしょう、見た感じ、ドライバーの配置とか一緒っぽい感じです。まあ、ベースとしているので使っている部材とかは一緒なのかなと思いますけれども。ということで、こちらが DQ6S ですけれども、これね、 DQ6 からチューニングというかね、音色変えてるようなんですけれども、何をどうチューニングしてどういう狙いで変えたっていう情報が全くないんですよね。先ほど見たようにドライバーの配置とかなんか同じっぽいので、どういったチューニング要素があるのか全然わからないなっていうところですね。ケーブルは変わってます。ケーブル自体は、こんなケーブルからね、もともとはこのように寄り線っていうんでしょうかね、こんな感じのケーブルだったんですけれども、最近の KZ はもうこっちに変わったんですかね。はい、このように被膜で覆われているタイプになりましたね。ここぐらいですかね、違いとしては。まあ、あと装着感とか筐体とか変わりませんので、このあたりは一緒ですね。そしてね、気になる音質ですけれども、違うんですよ、やっぱり。音違うんですよね。面白いなっていうのはそういうとこですね。あ、ちなみに後ろにこのようにね、KZ と HHBDQ6S と書いてあります。音色ね、違いますね。どう違うかというと、まず音場が広くなりました。空間がね、広く感じる。これはパッと聞いた時にね、一瞬で感じました。DQ6 よりもかなり音場が広くなっていますので、ライブ音源とかね、聞こえた感じがかなり変わりました。そしてちょっとね、ドンシャリになってます。低音域がね、少し強くなった感じがいたしますね。中音域が少し引っ込んだ、まあ、そういった V 字型の周波数にちょっとなったのかなというところで、まあ、そうなるとね、音場というかね、広くなる傾向にねあるのかなと思いますけれども、そういったところで、あと DQ6 は結構ですね、まあ、はっきりと解像度感高い音だったんですけれども、それよりはマイルドになった感じです。なので聞きやすくなってますね。DQ6
ですけれども、ダイナミックドライバーということでね、もう少しこう厚みのある音かなと思いきやね、 BA ドライバーのようなしっかりとした高音も綺麗に出てという印象だったんですけれども、この DQ6S はよりねダイナミックの特色を生かすような方向にねいってるんじゃないかなと思います。高音域の、まあ、刺さりとまではなかったんですけどね、アタック感みたいなところがね若干和らいでね、より本場広く、聞きやすくて、低音もね深い低音になっているかなというところで、私としては DQ6 もいいですけれども、なんでしょうね、それよりもねこう落ち着いた感じで聞けるかなというところで、この DQ6S の方向性のチューニングもありかなと思います。いや同じ筐体というかね、筐体使って、部材使ってチューニングしてここまで音変えることができるんだなというところで、こういったねイヤホンの奥深さを感じたかなというところですね。ちなみに価格ですけれども、ベースの DQ6 が今ねだいたい2500円弱で、こちらがね DQ6S が3900、まあ4000弱になってますので、だいたい1500円弱ぐらいね高いんですよ、こちらの方が。同じ部材筐体使っていてね、ここまで下がるのはやっぱコラボということで、 HBB 側にまあねちょっと入っていくのかなという感じはしますけれども、うん、音ねどういうチューニングで変えてんだろうなっていうのはやっぱ気になりますよね。ドライバーも 6mm2 つに 10mm1 発ということで、このあたりねドライバーの違いもなさそうなのでね、何かこのあたりのチューニング情報ねご存知の方いたら教えていただけますと幸いです。もう少しね調べてみたいと思います。ということで今回は KZ と HBB のコラボの DQ6 ベースの DQ6S ご紹介いたしました。音場広く非常に、ね、迫力ある方向、まあ良い方向に変わっている、チューニングされているなと私は感じましたのでね、はい、もうねアリエキスプレスだと販売されているようなので、気になった方購入してみてはいかがでしょうか。今回もご視聴いただきありがとうございました。